アレーナ・デ・サンパウロ、またはアレーナ・コリンチャンスは、ブラジルサンパウロ州サンパウロにあるスタジアム。2014 FIFA ワールドカップとコリンチャンスのホームスタジアムとして使用され、ワールドカップでは開会式とその直後の開幕戦、ブラジル代表の試合が行われた。建設途中であった2013年11月27日に部材の吊り下げ作業をしていたクレーンが倒れ、建物の一部が損壊し、作業員2人が死亡する事故が発生した。この事故による工事の大幅な遅れのため、W 杯開会式まで突貫工事が進められるも、2014年5月に行われたリハーサル大会までに工事完了が間に合わず、今大会のために仮設されたゴール裏2階席が使えないという事態が発生した。2014 FIFA ワールドカップで FIFA が定めるワールドカップ開幕戦開催の最低基準を満たすため、ゴール裏に2万席の臨時席を増設し、収容能力を 65,807 席にした。2014 FIFA ワールドカップが閉幕後に、ゴール裏の2万席の臨時席を撤去した。2016年には、リオデジャネイロオリンピックのサッカー競技の会場の一つとして使用された。2020年9月1日、ブラジルの大手製薬会社であるハイペラファーマがスタジアムの命名権を取得し、呼称がネオキミカアレーナへと変更された。契約期間は20年間で、総額3億レアルが支払われる予定。ありがとうございます。